あそこだ。おいおい、今はまずいぞ。仇討つからね。よし、集中。取引は成立だな。約束だよ。会社中に伝える？北条博士にも、タークスにも。ああ、もちろん。もう少し、よく狙って。来た来た。もう一息。これがお前たちの答えか。いや、これは。なめるなよ、ドライヌども。バカ、ヒナを。襲撃者を見つけ出せ。襲撃者を捕まえろ。今のユフィだよね。多分。どうしよう。ここから離れよう。クラウド、ルーファースの野郎は逃げた。さあどうする。たった今クロマントを見た。港へ行くらしい。俺たちも行こう。警備がヤバいぜ。強化された。変装でしばらくは行けるだろう。あんたたちは先に行ってくれ。俺は残って第7歩兵連隊を港から引き離す。一人で大丈夫？ああ、一人の方がやりやすい。隊長！港で会おう。お、うん。隊長、ご指示を。これは極秘情報だ。襲撃者はすでにアルジュノンに移動したらしい。俺はこの情報の伝令に回るから、お前たちは先行して捜索を始めてくれ。お言葉ですが隊長。襲撃者とその仲間は我々に紛れ込むため捕捉にも変装しているという情報があります。お一人では危険ですから、我々もお供します。ミッドガル第7歩兵連隊は一心同体です。いや、襲ってくるものがあればたとえ同じ兵装でも敵とみなして戦うしかありません。ああ、そうだな。信用できるのは仲間だけです。港へ降りるリフトまで伝令をして回ったら、アルジュノンに移動して襲撃者の捜索に合流する。ついてこい。イエスサー。
戦闘しない。隊長を援護するぞ。かき回して。足止めのつもりか。沈め。覚悟。仕上げだ。ここで仕掛ける。狙うぞ。行くぞ。一気に戦う。揺さぶっていく。当然の結果だ。何か聞いてないか。襲撃班はすでにアルジュノンに移動した。
俺はその伝令だ。ご苦労様、これ受け取ってくれ。Yeah.
出るなら言ってくれよ、マイフレンド。バイク隊にスカウトしたのに。残念。マイレディには振られたか。こいつらは観客だ。君と私はすでにレジェンドなんだ。離れてろ。この時をどれほど待ち望んでいたか。君も同じ気持ちだろう。さっさと終わらせよう。焦るなよ、マイフレンド。まずはミュージック。解放する。チュッチュッ。
一段と早くなったじゃないか。My friend。次は誰だ？そんな無粋な真似はさせないさ。My friendに来る。隊長としてしっかりと部下を率いてきたようだ。さすがはマイフレンド。同じくバイク警備隊を率いた隊長としてリスペクトを送る。そんな部下思いの君にプレゼントだ。受け取ってくれ。お前たちはアルジュノンへ行ってくれ。説明してもらえないのでしょうか。さっきのバイクのやつか。あれは変なやつだ。見ればわかります。知りたいのは隊長が我々を追い払おうとする理由です。我々はそれほどまでに足手まといでしょうか。それとも隊長が襲撃者本人なのでしょうか。騙したことは謝る。すまなかった。申し訳ありません。冗談が過ぎました。襲撃者は若い女です。隊長ではありません。でも分かりました。隊長はとにかく何が何でも一人になりたい。お察しできず申し訳ありません。申し訳ありません。いや、気にするな。我々は隊長のリーダーシップの下で団結したパレードの高揚感が忘れられません。でもよく考えれば隊長とはお会いしたばかり。一つになれたというのは我々の一方的な思い込みだったのでしょう。そんなことはない。パレードは俺も楽しんだ。でも分かってくれたなら言ってくれ。俺は一人になりたい。できますよね。ああ、もちろん。
にかく社長が無事でさっさと出航してくんないかな。事件の犯人ってもう捕まったの？クラウド無事だった？ああ、よし、そんじゃクロマントたちと一緒に船旅とシャレコンか。よし、次チェックされてるね。どうする？後ろから乗り込もう。シンラに任せておけば安心さ。君たちは何だ？俺たちはパレードで社長賞をもらいました。ご褒美でコスタデルソルへ行けるんです。ルーファウス社長がこの船に乗れって。何も聞いていないか。社長気まぐれですよね。後ろの連中もかね。お、いつの間に。船長、お客様同士が揉めています。仲裁お願いします。わがままな客が多くてね。二等室で頼むよ。お客様は裕福な方々が多い。失礼のないようにな。お前はサボってないで仕事しろ。了解。それから犬は戦争だ。わかった。よしよし。夜風がしみるね。ミッドガルとは違う、いい風だ。私にはちょいと塩辛いね。私が探ってこよう。
俺だ。初恋編はまた今度。見回りどうだった？黒マントは二等船室に集められてる。シンラの追っ手の気配はない。変装は終わりだな。そっか。じゃあ最後にケレ。ご苦労様。おう、ルーハウスの提案聞いたぜ。忍者娘がめちゃくちゃにしちまったが、正直俺はホッとしてるんだ。誰が社長だろうが、シンラはシンラ、取引なんかしたくねえ。連絡船第八シンラ丸へようこそ。船長のチトフです。本船はコスタデルソロへ向け順調に航行中です。短い船旅となりますが、どうぞおくつろぎください。なお、船旅の余興としてクイーンズブラッドの大会を開催します。参加を希望されるお客様はこの後ラウンジにお集まりください。クイーンズブラッドの大会だって。行こう。